は目が見えない代わり真実だけが見える。だから誰もが君は了承した。宿領を身分に持って逃げた奴はさて誰と。殺されてしまう人の名を告げた。君はそんなこと望みはしないのに、気づいてた。いつか私も君のため誰かを殺める日が来って、こと生きてゆくためなら当たり前のこと。季節は狂ったままで秋のあと夏が来た。誰もが水を探し求めた。君にだけ見える速やか教えろと首を締めた。でもそれは遠い個人の移動に続く。その時が来たと私は悟った。鈍く光る刃物抜いてかけた。闇が味方した手応えははっきりあった。手はまだ震えてた。切な明かりが私を照らした。仲間に抑えられた。そして両足の毛もそぎ落とされてしまった。ことを伝えた。君を連れて逃げることもできなくなったと。でも君は静観の眼差しでこう見た。一人やたら二人も三人も同じと。それを切り倒し続けている。